はい、皆さんこんにちは。スーパーフォーミュラサテライトスタジオより、ただいまからのお時間、決勝直前テクノロジーラボラトリーをお送りさせていただきます。笠原美香 MC がですね、今絶賛お弁当を食べていますので、私が MC を代わらせていただきたいと思います。今ね、ハグハグ食べてるんですよ。美味しそうです。美味しいですか？美味しいですか？あ、よかったですねはい、というわけで、このテクノロジーラボラトリーも、一緒にゲストのあの方をお迎えしてお届けしたいと思います。自動化、あ、ごめんなさい、自動車評論家の自動車評論家の諸角武彦先生です、はい、よろしくお願いします。こんにちは。なんか ずいぶんなんかリラックスした朝からずっとなんか内輪を全部こう見てくださいみたいな放送になってますよね、うんオンエアに。皆さんとリラックスして過ごしたいっていう気持ちはよくわかりますけどね。もう楽しんでいただくためにはね、はいはい、身を捨てて頑張りますね、はいはい。今日なんか爽やかですね。飛行機、あの飛行機柄、はい、飛行機で、あのもうこの夏場の定番ですね。夏のモテギはアロハっていう。あ、毎年見てんだよ。この柄ですか、うん、同じですか。そう、あの年に1回か2回かしか出てこない服なんで。そうですよね、モテギはね、はい、でもまあ次もね、モテギ続くので、まあ、まあ温度が変わるのでアロハじゃなくて、はい、10月でアロハじゃない、はい、これアメリカで飛行機のレース見に行った時に、サンフランシスコで買ったのかな、はい、じゃあ輸入していただいたという、はいはい、アロハで今回も登場していただいた諸角さんなんですけれど、はい、さあもう間もなくこの夏のスーパーフォーミュラといえばのモテギのレース始まりますけど、ね、でも路面温度があんまり上がりそうにないんだな。なんか昨日よりもだいぶ低いですよね。低い低い、うん、だいぶ低い。下手すると10度ぐらい低い。あ、そんなに違います、うん、日照がないでしょ今、うん、日が照ってない、曇り気味、はい、しかも、まあ、だから昨日は40度超えだったので、はい、今日は30度台ですからね。おお、ってなるとさっきのあの TCR ジェムも私ちょっと実況してたんですけど、うん、それでもタイムの伸びが全然違ったりとかして、うん、ドライバー的には走りやすいっていう ねフィーリングいただいてたんですけど、ただし昨日あの放送がこのオンエアが終わってから、はい、土砂降りが一回来たんですよね。降った、めちゃくちゃ降ってましたね、うん、で来る途中僕らは宇都宮の方から来たんだけども、はい、近づくにつれて濡れてるところもあったりしたので、うんうんうん、まあ、天気的には相当不安定で、昨日の夜どのくらい湿度があったか雨が降ったかわからないんですけど、はい、路面についてたゴムは浮いてしまったでしょうね。もうじゃあ全部オールクリアってことですか、うん、かなと思ったら、でもあのフリープラクティス朝のね、はい、うん、結構タイムが出てるんで、うん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 、出てる人は出てるので、うんうん、ちょっと結果を見ても、はい、やっぱり、まあ、FP2 って大体こう分かんないじゃないですか、全車どんだけ燃料積んでるとか、はいはいはい、まあ、様々なんで違いに言えないかなと思うんですけど、やっぱ上位に来てるメンバーって昨日の予選の上位と変わらないですよね。やっぱりね、実はあの、まあ、よくこうやってあのタイミングモニターをね、一人ずつ全部何してたかをこう広げてみるっていうのが、タップすると、はいはい、タップするとこう広がりますんで、ね、こうやってね、はい、はい、見えないか、はい、で例えば今関口選手トップタイムは、はい、1周のタイムはトップで出てますが、はい、特徴的なのはその早かったラップって、他の人よりだいぶ早かったんですけど、うん、関口自身のその直前のタイムよりも0.5 秒以上早いんですね。あ、そのベストラップの前よりも、うん、前2周ぐらいと、うん、で何だと思ってみるとセクター3が、0.4 秒早い。おお、セクター3だけ、セクター3だけで、うん、ということは、うん、FP2 いわゆるその日曜日のフリープラクティスの許されてる話が一つあるじゃないですか。許されてる話、オーバーテイクシステム試し中、OK、はいはいはい、うん、ああ、あ、そうか、うん、だからこのコンマ4秒はオーバーテイクだろうなと。なるほどね。そうするとこれを引いて33秒台だの後半だと思うと、野尻平川とほぼ一緒と。うーん、ね、なおかつ平川せ、いや、なおかつ、その関口選手のですね、はい、
ラップタイムを見ていくとですね、完全に周回してる一周回りきってない周回が多いんですよ。ということは途中で P マークがいっぱいついてるわけ。あ、そういうこと。 P マークがいっぱいついてるんだけど、ピットインすると、このスゴーのタイムとしてはセクター4に出てくるので、はい、セクター4の終わりがちょうどピットレーンの出口なんですね、ね、そしてセクター4だけ20秒ぐらい余分っていうピットストップがある、ということはピットで止まってない。あ、そのまま通過してるってことですか。何してる。通過するとピットの前を通過するけどピットロードを通る。ピットの前通過するけど止まらない。ピットロードを通ってやりたいことが一つだけあるじゃないですか。ピットロード出口でやっていいこと。あ、スタート。ああ、スタート。ああ、なるほど、ね、ちょっと待って、関口選手は 1,2,3,4,5 回ぐらいピットロードエンドでスタート練習してると。他のドライバーはね、例えば平川選手はですね、こう見ると平川選手はじゃあ何してたのっていうと同じずっと走ってるんですよ。本当だ。 P マーク1個もついて、あ、1個か。出て入って、出てちょっと様子見て入って、でそこから15周近く連続走行してる。本当だ。全然同じチームでも全然違う、でそのピットロードへ入ったのが3周目に入ってるんですけど、3周目の、セクター4は44秒なので、これもピットに止まらずスタート練習だけして出ていった。なるほど。スタート練習1回のみで、あとは走りっぱなし、ひたすらロング。これはね、勝ちに行く時のですね、大江木平川コンビの得意です。得意なところですよね、この FP2 で。特徴、なるほど、ね、ロングをやる。でしかもタイムとしては1分34秒の前半から入っているので、これフルタンクだとしたら相当速い。去年の平川のタイムがスタート直後って36秒なんですよね。ただし去年は、同じレース距離なんだけどタイヤ交換なしだったので、タイヤを持たせるっていう方向から入ってるので、ということは今回その同じレース160キロ強のレースを、タイヤ2セットで走るんで、ということはその分タイヤに負荷をかけて走れるから速い。34秒まで行くの。はいはいはい。だからスタート直後34、5秒で行くかもしれないね。しかも平川選手5番手からスタートですからね、これスタートでまた分からないですね。分からないんですよ。で野尻選手は何をしてたかっていうと、普通に、ピットへ途中で入って1回、4分弱何かを中盤でやってて、で出入りしながらそこで出て、あとは2度ピットを通ってるけど、これはスタート練習と。だからその関口選手のスタート練習スタート練習スタート練習っていうのが、やっぱりポールスタートからで、この前のスゴーも、フロントローから出ていくときに、この前のスゴーはポールスタートから出るのに相当その神経使って、でもスタートはうまくいったと、昨日の記者会見でもスタートがって言ってたんで、セカンドローからどうやってスタートしようかっていう、その彼の気持ちがこのラップタイムに出ている。まあ本当に重要ですよね、ここ特に茂木なんて抜けにくい、抜きにくいんで、スタートでね、ちょっと抜きに出ないと。そうですね。で野尻選手のラップタイムがやっぱ34秒の半ばぐらいから終わり頃には34秒を切る、まあ、33秒7というあたりが、野尻平川ともベストタイム。ということはある程度10周ぐらい回って燃料が減ってくると、彼らはこのタイムで走れる。ということは他のドライバーたちがだいたい34秒台の半ばからちょっと後ろなんですよね。やっぱり速いグループっていうのが一塊あって、でそれから中段グループがあって、ということになるんですが、そういう中で例えば福住玲は何をしてたかっていうと、福住選手もひたすらロングラン。あ、本当だ。ね、一回だけ。平川さんと同じ選手と同じ。だから彼の場合はスタート練習しないで、一回だけピットに入って、2分半ぐらい何かやってて、でちょこちょこっと何かやって、それでまた10周11周ロングラン。これもだからその福住、杉崎コンビとしては今日は淡々と行くぞと。
そう、そういう現れなんですね、うんうん、これ。なるほどね。福住選手、ちょっと惜しくも昨日、惜しくもではないんですね、まあ、Q3 進出して、もっと行くかなと思ったんですけどね。そうなんですよね。だから、ちょっとなんか、だからこれも34秒台の半ばから34秒フラットまでは行ってるけど、うんうんうん、34秒半ばちょっと後半が多いので、相当重い状態で走ってたかなとは思いますけどね。だから そういうふうにして見ていかないと、っていうか逆に言うと、ここにみんなが決勝に向かって何を考えてるかっていうのが見えるんですね、うん、ちなみにその平川選手の前にいるのが最近調子がぐいぐい来ている、松下選手なんですけど、ね、松下選手は意外にこうタイムが出てこないんだけど、これもどっちかっていうとロング系、本当だ、でロングで途中ちょうど、ま、真ん中で割って4分ぐらいピットにいて、それで、スタート練習を多分1回2回やってる、平川選手タイプな感じですかね。というか、これはこれでまた真ん中で1回セットを変えてるので、そうですね、止まってるんですよね、そのタイム真ん中で、スタート練習もきちんとこなすと、昨日も記者会見で言ってましたけど、やっぱりあのチームとしても個人としてもデータが少ないので、こういう時にきちんと走ってデータ取ろうと。ただし後ろにこの前ぐらいから作詞が一人この51号車控えてるので、何ですか何ですか、作詞がいるじゃないですか、田坂さんっていう、ああそっか、田坂さんや、あれ前回からでしたっけ、前々回ぐらいから、前々回ですね、はい、だから後ろであの人が何をやるか。でもその田坂さんが入ってから結構ガラッと変わりましたよね。というかやっぱりコミュニケーション、それからもともと持ってた引き出し、あのエンジニア側のね、でそういうのが噛み合ってくるところですよね、なのであの、まあ、ちょっとタイムが伸びてないのが心配なんですけど、松下選手そう34秒47ってあたりで走って、でラップによってはかなり、まあ、周りに車が多かったりすればタイプペース落ちるのでね、というので、さあどうなりますかっていう。そうですね、でもこれで、あの松下選手って結構スタートであのギャンブルって言ったら変ですけど、思い切ったスタートをやる傾向があるんですよね、あの雨のオートポリスで、インギリギリをズバーッと抜いていったでしょ、なんかこう外国帰りならではなのかなっていう表情をたまに見せますよね、レースで。あのちょっとあのみんなのあの予定調和にはハマらないところをやるので、そこ行くみたいな予想外、ただあの時は僕目の前で見てたんだけど、スタートの、いわゆるそのスタートポジション本来タイヤをここに止めてとから1メートル以上前出ちゃってたんで、まあそれで後でペナルティをもらったりしてましたけどね、なんかすごくアグレッシブじゃないですけど、いや、あのある意味の集中力をですね、今ここで自分は何をしなくちゃいけないか、何をしたらこれで少しでも前に行けるかっていう、そのハングリーさんみたいなのがすごくありますよね、なんかそれがすごく特徴的ですね。ただそれがその手だれの連中が前からスパッと出られちゃうと、確かに、いやでもな、この私一番あれで注目だなと思うのはやっぱその松下選手と平川選手のここ、まあ、一番そ の、ね、そこがスタートをどう動いてくるかですよね、で野尻がスタートに成功した場合は、逃げにかかれると思うの で、でこの場合は、皆さんに渡してる私 の、 あの妄想を書いたメモがお渡ししてるんですけど、はい、読みたければどっかで公表したりしますけどね。じゃあ読みたい人絶対いるんじゃないですかいやでもあれあんまりその読む人が限られてることを前提に書いてるので、テクラボファンは絶対読みたいと思いますよ、ね、あれは。で最近ね購読数が増えてきて、プリントが足んなくなったりプリントして持ってくるんですけど、そうですよね、なくなったりもう一部メールで送ったり、なんか妙に読者が増えてるのが問題なんですが、そこに書いておいたんですが、茂木は特に去年は160キロ走ってしまいましたが、あのタイヤはこのぐらいの路面温度とこの路面条件でいくと、まあ、80キロぐらいからこう垂れ始めるというかタイムが落ちてくる、持たせた人で100キロ。ちなみに誰が
持たせの、持たせんのがうまいのは野尻ですね、最近は。うん、確かに引っ張るイメージ、はい、引っ張れる人ですね、うん、引っ張れるイメージ、はい、それで、まあ、この前もだから一人だけ後半まで引っ張ったじゃないですか、うんうんうん、そう、うん、でね、その時にですね10周でピットインしてタイヤ交換すること、10周目からで10周完了からできるわけですね、はい、で多分状況を変えたいドライバーたちは残り25周だから、うん、あの飛び込んできちゃうと思うんですよ、うん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 、だから10周目ピット大混雑、じゃあ見どころ10周目か、うん、だけど前方に出て逃げられたら80キロぐらいまで引っ張っちゃった方が、うんうんうん、混まないとこでやれますからね、うん、SC が出れば別だけど、うんうん、できるだけそこで伸ばしておくと、自分のラップタイムも落ちないでいけるし、はい、その後変えて、何か、まあ、みんなガチャガチャしてたとしても、最初に10周で変えた人は多分、残り10周弱ぐらいのところからタイヤがぐっと落ちてくるので、でそこで大きなこう波乱が起こる可能性がある。だからできればちょっと引っ張りたいけど、うん、まあ、セーフティーカーとかが怖いねと。そうですね、はい、でまあ、さっきも、ね、お話しいただいてたんですけど、昨日なんか特にコースアウトした車とかもなく、うんうん、何事もなく、はい、なので都合もなかったです、ね、SC なかったですかね、うん、最近平和な、はい、だから、まあ、あの平和っていうか、ホームページ、じゃ公式ウェブサイトに載せてあるレビューで、都合のレビューでクリーンファイトって書きましたけどね、ここも多分今ずっと見てるとそんなに荒れる要素はスタート直後ぐらいしかないので、はい、短いですしね、はい、そこまで、あそこまでね、はい、でコースは 4.8 キロあるので、うんうん、10周50キロ走ったところで飛び込むかどうかっていうのはね、あの状況を変えたいから飛び込みたいのはよくわかるんですよ、うんうんうん、だから一応もう去年も160キロ以上168キロかを走り切っちゃってるんで、うん、タイヤは持つと、だから飛び込めっていうのも判断だし、うん、いや均等割りで80キロ80キロで、ちょうどタイヤのこうピークを2つ使った方がいいっていうふうにするか、チームによってという、はい、ことなんですけど、じゃあ、はい、でも間もなく決勝ということで、今回も実はあの、うん、予想を、はい、あの立ててみました、はい、女子予想ちょっと採点をしていただきたいんですけれども、採点はまあ結果ですから、はい、終わってみないと、まずは私、そしてハンバーグ弁当を食べていた笠原美香さん終わってるみたいだよ、はい、あそうですウイダーインゼリーかな飲んでるのかな、うん、ウイダーインゼリーそして、はい、ゆで卵を食べている笠原美香さんはこちらです。うん、どうでも大体っていうか、だからその本命対抗はフロントローになっちゃってるわけじゃないですか。そうなんです、なんかこう、うん、冒険するこうなんて予想はできなくって、ちょっとね確かにその3人その穴まで入れたね、はい、3人が昨日もそうなんだけど、うん、今朝の夜あの一発じゃなくて何週か連続して回ったタイムも他の人たちよりちょっと上なんですよね、うん、だからそういう意味で言うといくつかのグループがある中で、うん、うーん、まあそこに行かざるを得ないかなと。そうやっぱり変わらないかな、うん、メンバーって思う。だから波乱要素は何だっていうところですよ、あとはその10周目かっていうね。そうですね、うん、そこでどのチームがどのタイミングで入ってどこで引っかかってしまうかとかそういうのもありますからね。それからあとそこでどこでアクシデント SC みたいなことが起こるのか起こらないのか、起こらなければそのパターンです。手堅いですよね、うん、私はちょっと関口選手今回はこれいいスタートで私オーバーテイクするんじゃないかな、ホールショットいくかなって。そうですね、行きたいという気持ちはよくわかる、はい、そうですね、さっき見てたスタート練習をすごくされていた。この間のスゴもそうだし去年の、うん、ここ、はい、どちらも出てからペースが上がらないんですよ。最初レースペースが上がらない。なるほどね。じゃあそれに比べて平川選手って同じチームの中の平川選手はどうですか。そうですね、昨日の一発のリズムはやっぱり出てないところがあったけど、うん、なるほど、うん、ただあの同じラップタイム関口とほとんど同じラップタイムを延々続けられてるので、うん、このロングの意味はかなり大きい。そうなのか、うん、
じゃあ何かがない限りは、まあだから一番確率が高いっていう意味で言えば、だからそうですよね、例えばその、掛け率が極めて低いのは 1. 点何倍とかになってしまうのは野尻でしょうね。おやっぱりまず速さ一番持ってるし、うん、そうですね、で昨日はちょっとドライビングは異常だと思えるぐらいそんなにいけるのっていうね、うん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 、後で一斉にエンジニアに聞きましたけど、はい、何かやったって聞いたら、いやいや何そんな何かやったわけじゃないですと、野尻さんすごいですって言ってたけど、でもあの運転はちょっとおかしい、普通できないよって言ったら、うんうん、それは実は今年の車の狙いなんで、うんうん、っていう話があったので、聞きたいな、それ何なんだろう、うん、そうそうそう、ね、うん、ね、で、まあ、そういうとこで、うん、あの10周目にみんな入ってくるよって言ったのは、はい、大駅さんって人です。あ、大駅さんで、あの人と平川選手は自分たちのペースが分かっていれば、うん、そういうとこにはそのなんて惑わされない人たちですから、うん、だからまあそうなってしまうわけですよ。そうですね、うん、まあ、そうそう、美香ちゃんと比べても私ここしか違う、そうですね、大体同じ、それはそれぞれのこう若手への期待度ですよね。そうですね、うん、私はちょっともかき乱してくれるから、ね、64もでもねロングちゃんとやってましたよ。うーん、ちょっと重め、タンク重めだっていうのも見えるし、しかも4番手からだから、はい、そろそろあの加藤エンジニアともここで話したいとこだし、まあ確かに、はい、と言っていましたらね、あの授業が終わってしまったので、はい、この化粧マイナーテクノロジーラボラトリーはこれにて終了となりますが、また化粧終わってからですね。そうですね、だから、はい、この4人になるのか、他の誰かになるのか、いずれにしても、はい、その勝利を演出したエンジニアを、そうですね、お呼びしてお話したいと思います、優勝エンジニアと諸角さんと、はいはい、ハンバーグ笠原と私でね、はい、化粧後のテクノロジーラボラトリーを、はい、お迎えしたいと思います、ね、はい、最後の締めとしてお届けしたいと思っております、はい、ね、誰が来るのか、はい、ちょっとこの後のレース一緒に楽しんでいきたいと思います、はい、というわけで、はい、以上もちまして決勝前のテクノロジーラボラトリーを終了とさせていただきます。諸角先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。さて、この後ですが、あれかな、みかちゃんの出張レポートかな、あ、そうですね、はい、この後は、1時25分頃からスターティンググリッドの現場から、笠原美香レポーターが生配信で皆さんにグリッドの様子をお届けしてまいります。あのいつもね、身を捨てての臨場感あふれる面白いレポートしてくれるので、ぜひ皆さんこの後もお楽しみください。それでは準備が整うまでお待ちください。ありがとうございました。